こんにちは、にぎょです。今回は大分のカボスブリさばいていきます。今日のはね、2週間ですかね、熟成したカボスブリです。よいしょよいしょよいしょ。もうね、皮はねかなり硬くなってますね。まあこれはもしかしたら自分だけだか自分がやってるだけだかもしれないですけど、まあ鰹節のね、あいしょ、作り方を応用して水分を抜いてますね。よいしょ。鰹節はね、その外側をこうガツンと乾かして、よいしょ、その後落ち着かせて中の水分をね表面に出して、でまた乾燥させるみたいな手法をね取るので、よいしょよいしょ、外側をねガツンとね乾燥させて身の水分もね抜いてますね。どっこいせー、よいしょ。まあ熟成なんでね、まあもちろん血合いとかは色変わりまくってます。まあ最初の仕込みの時はここで骨を取る感じで取ってあげて、でまあブリは色変わりも早いので握る直前にまた血合いとか、まあ外側をですね削ってあげて、まあ、熟成物はやっぱり特に香りの進みが結構早いのもありますし、まあ香りが進んじゃってるんで色が変わってる部分とかは綺麗に取って、握ったりしてあげると美味しく食べれますね。熟成寿司のお店とかでもここのトリミングというか削りが甘いところが多いんで、ここが甘いとちょっと古い香りが強いなとか、なんか酸味が強いなとか、そういう違和感を生み出す原因になっちゃいますんで、まあもったいないっていうのはありますけれども、色が変わっちゃったところとかはちゃんと綺麗に削ってあげた方が美味しく仕上がりますね。よいしょ、熟成のカボスブリでした。